国務院副総理は、中華人民共和国の最高行政機関である、国務院を構成し、主張である国務院総理を補佐する官職。国務院全体会議及び国務院常務会議を構成する。現行憲法では若干長選ばれると定められ、1998年以降は4人の選出が慣例となっている。また、複数選任された中でも、序列第一位の副総理は、 国務院総理の不在中にその職務を代行する立場にあり、常務副総理、第一副総理とも呼ばれる。建国直前の1949年9月27日に、中国人民政治協商会議第1回全体会議において、中華人民共和国中央人民政府組織法が採択され、政務院副総理は、中央人民政府委員会が任命するものとし、 若干名が任命されると定められた。またその職務は、政務員の全般事項を統括する総理の職務執行を補助することとされた。1949年10月19日に、中央人民政府委員会第3回会議において、当必ならず、竹けし、雲んうん、かくまが副総理に任命。1952年8月7日、 中央人民政府委員会第17回会議において、鄧小平が副総理に任命された。1954年9月20日、第1期全国人民代表大会第1回会議において、新憲法が採択され、新たな最高国家行政機関として、国務院が組織され、国務院副総理は、全人代の決定に基づき国家主席が任命する、ものとし、 若干名が任命されると定められた。また、全人代も、副総理を罷免する権限を有するとした。その職務は、国務院の活動を指導し、国務院会議を主催する、総理の活動を補助することとされた。さらに、同年9月21日、全人代会議で採択された、中華人民共和国国務院組織法によれば、副総理は、 国務院全体会議及び国務院常務会議を構成するものとされた。同年9月28日、第一期前人来第一回会議は、周恩来総理の推薦により、陳雲、林彪、宝徳会、東昌平、東氏、会、我流、陳期、ウランフ、李府春、李仙年を副総理に決定し、翌9月29日に、毛沢東主席が任命した。 1956年11月16日、第一期前人大常務委員会第51回会議は、周恩来総理の推薦により、上秘差し至る薄いっぱを副総理に任命した。1959年4月28日、第二期前人大第1回会議は、周恩来総理の推薦により、陳雲、林彪、宝徳会、東昌平、東氏、会、河流、陳期、 ウランフ、リフシュン、リセンネン、ジョウヒサシイタル、ウスイッパ、タンシンリン、リクテイチ、ラズイキョウ、シュウナカイサオウ副総理に決定し、流暢期国家主席が任命した。1965年1月4日、第三期前陣大第一回会議は、シューオンライ総理の推薦により、林表、陳雲、東昌平、ガリュウ、陳期、ガケイシ、ウランフ、リフシュン、リセンネン。 単身林、上久し至る、薄一派、陸定一、ラズイ京、当中、シャトミハルを副総理に選定し、劉少期国家主席が任命した。1966年の文化大革命開始後、東昌平は、総主派として批判され、しかし1973年3月10日、党中央委員会は、東昌平の国務院副総理の職務を回復する、決定をし、 復活した。1975年1月17日。同日、全人代は、党中央委員会の定義に基づき、党昌平、朝春鏡、二千年、鎮鈴、根、ね、木登る系、加国宝、陳英機、暮れかつ王神、与、秋里、国木、孫健を副総理に任命した。1982年開祖前1978年3月5日。 第五期全人代第一回会議において、新憲法が採択され、国務院総理の定義に基づき、全人代が国務院の構成人員を選定する、ものとし、全人代の閉会期間においては、国務院総理の定義に基づき、全人代常務委員会が国務院の一部構成人員を任命するものとされた。また副総理は、若干名で構成され、その職務は、 国務員活動を主催する総理を補助することとされた。同会議は、東昌平、李千年、女向前、木のボール系、余、秋里、陳鈴、貫、甲、陳英機、宝器、王神、国木、安陽音、陳氏の部下を副総理に任命した。同年12月26日、第五期前人大常務委員会第五回会議は、大津とむを副総理に任命。 1979年7月1日、第5期前人代、第2回会議は陳運、薄一派、陽入りを任命。同年9月13日、第5期前人代常務委員会第11回会議は、紀宝費を任命。1980年4月16日、第5期前人代常務委員会第14回会議は、張志陽、万里を副総理に任命し、木登る系、沈出連を解任した。 同年9月10日、第5期前人大第3回会議は、当昌平、李仙年、陣運、女向前、王臣、王務への辞職を認め、妖成人、張愛ゆ草、高歌を任命した。1982年開祖後1982年5月4日、国務院の気候改革の一環として、第5期前人大常務委員会、第23回会議において、 国務委員の職が設置された。これは、副総理級の職務とされる。同会議は、万里、洋委員を副総理に留任させ、洋、秋里、公、皇嗣、国木安洋恩、陳氏の部下、薄一派ぱ、宝妃陽養成人、長愛幸草、効果を国務委員総理より解任。同時に、洋、秋里、公、皇嗣、国木安洋恩、陳氏の部下、 薄一派、気泡費、比、効果、超強し夫を国務委員に任命した。解任された副総理の内9名を国務委員に任命した経緯から国務委員の新設は副総理削減のための措置だったとも言える。同年12月4日、第5期前人代第5回会議において採択され、同日に交付施行された新憲法では国務委員総理の推薦に基づき前人代が、 副総理を選定し、国家主席が任命するとされた。1983年6月20日、張子陽総理の推薦により、第6期前人代第1回会議は、万里、陽威林、李法滝雲国務院副総理に選定し、李千年国家主席が任命した。1986年4月12日、第6期前人代第4回会議は、教席を 国務院副総理に選定し、2000年国家主席により任命された。1988年4月12日、理法総理の推薦により、第7期前人代第1回会議は、陽伊林、滝雲、暮学研を国務院副総理に選定し、陽昌根国家主席が任命した。1991年4月9日、第7期前人代第4回会議は、数夜か、 主要期を副総理に任命。1993年3月29日、李法総理の推薦により、第8期前人代第1回会議は、主要期、数夜か、千奇審李乱性を、国務院副総理に選定し、江沢民国家主席が任命した。1995年3月17日、第8期前人代第3回会議は、ご報告。 京春雲を国務院副総理に選定し、江沢民国家主席が任命した。1998年3月18日、主要期総理の推薦により、第9期前人来第1回会議は、ディラン政・千期新、ご報告、温家法を国務院副総理に選定し、江沢民国家主席が任命した。2003年3月17日、温家法総理の推薦により、 第10期前人大第1回会議は、後期区、後期、後期総馬園、海両玉を国務院副総理に選定し、胡今藤国家主席が任命した。2008年3月17日、恩加法総理の推薦により、第11期前人大第1回会議は、李克強、海、両玉、張徳恵、王岐山を国務院副総理に選定し、胡今藤国家主席が任命した。 2013年3月16日、李克強総理の推薦により、第12期前人大第1回会議は、超高麗、龍縁東、王陽、馬街を国務院副総理に選定し、習近平国家主席が任命した。2018年3月19日、李克強総理の推薦により、第13期前人大第1回会議は、半田田氏、孫春蘭、小春香、竜鶴を、 国務院副総理に選定し、習近平国家主席が任命した。AB21 世紀中国総研、194ページ。AB 中華、人民共和国中央人民政府組織法、ABCDE、中央人民政府政務院、ABCDEFGHIJKLMN、OBQRSTUVWXYZ。 A 歴任国務院主要領土を示ー ABCD1949 年10月19日、中央人民政府組成中華人民、共和国憲法中華人民共和国国務院、組織法 ABC 第1、届全国人民代表大会常一会第51次、会、共発と ABCDEFGHIJKL、MNOPQ 中、人民共和国主席令。 abcdefghijklmn, o p q 中、人民共和国主席令 abn 長松古代氏、第三巻中国こと出版社1998年に、百2 8 9ページ中共中央ウカイ古代同志的当的生活和国陰福利的的差定て及び不現化せ65年に和か、姿勢と真相中共中央非中央工作省。 うつい協同士、敵告中人民共和国、ぼ ABCDEFGHIJKLM 中、人民共和国全国人民、代表大会広告中国ともと第十0届け中央位、海大三次全大会、うかいこ大ら同士、敵、佐田中国ともと第十0届け中央位、海大三次全大会、高中強中央、う国く同士人、 敵通知中人民共和国、法 AB 第五、届け全国人民代表大会詰め1回第五次、会共派と ABCD 中、人民共和国全国人民、代表大会広告 ABCDEF 第五、届け全国人民代表大会詰め1回佐田、定任名国、インフクリティキ ABCDEFG 第五、届け全国人民代表大会第三次会、 雪国事挙国員利的旧和説受小平、李千年、ジョ女向前、王臣、王津と事挙国員福利的旧的、佐だ、ABCD 国リムラ、さき、う国員福利的日下げ ABCD 中、人民共和国全国人民、代表大会広告、ABCDEFGHIJKLMN、OP 全国人民代表大会いつね以かい、 宇佐田定人面国員福利、国的、さ田第五、届け全国人民代表大会第三次会、う雪寿、英会女国民福利的、旧的、佐田中国共と中央委、海国員、正と的日下げ中人民共和国全国、人民代表大会公告中人民共和国、某 ABCDE 中。ありがとうございます。